第10回チャンピオンカーニバル中盤の新潟大会、世界のジャイアント馬場がこれより登場いたします。7回目の優勝を狙いますジャイアント馬場。ジャイアント馬場は新潟県三条市の出身、新潟市から30分ほど電車に乗ります。金物で有名な三条市出身のジャイアント馬場、これより新潟市の体育館リング上に姿を見せます。いわばふるさとのリング上、ジャイアント馬場現在まで6戦全勝、勝ち点が12点、順調に序盤戦をこなしてまいりましたジャイアント馬場であります。それにしましても中盤戦、星の方はかなり動きました。ご覧のようにビル・ロビンソンが勝ち点15で単独トップ、このビル・ロビンソンの追う形でジャンボ・トヨタが勝ち点14、天竜が勝ち点13、そしてブルーザー・ブロディが徐々に得点を上げてまいりまして勝ち点10、スミルノフも勝ち点10、テッド・デビアスも勝ち点10となっております。今カメラが捉えました。ご覧のようにふるさとのリング上、これより登場いたしますジャイアント馬場に今たくさんのファンが花道を塞いでおります。このジャイアント馬場は勝ち点が12であります。今日公式戦対戦相手のモンゴリアンストンパーは勝ち点が8、ジャイアント馬場は今日の一戦ストンパーを破りまして勝ち点14、2位に上がりたいところでありますが、早くもバックロブレーがジャイアント馬場に仕掛けましたね。田沢さん、そうなんですよ、2人のようにまだリングに登場しないジャイアント馬場にストンパーとバックロブレーが攻撃を仕掛けました。少しでも痛めておこうというわけでしょう。はい、ダウンをまだ取っていないジャイアント馬場が今倒れました。モンゴリアンストンパーがこの馬場の首に回っているタオルを使いまして長期攻撃、ジャイアント馬場が倒れました。モンゴリアンストンパーの奇襲攻撃であります。まあ、ストンパーとしてはまともにいったら勝てない、こういった形でですね作戦を考えていたようですね。これはちょっと今入ってまいりました。大したダメージはないようですね。強引にモンゴリアンストンパーがジャイアント馬場の首に回ったタオルを掴みながらジャイアント馬場をリングの中に入れました。今公式戦正式にゴングが鳴りました。30分一本勝負、今試合が始まりました。いやそれにも増してこのモンゴリアンストンパー、全日本プロレスのマット初登場、かつて日本プロレス時代ジャイアント馬場のインターナショナルヘビー級の王座に挑戦したことがあるんですが、その時は1対1の後引き分けでタイトル奪取にはなりませんでした。モンゴリアンストンパーの攻撃、まだジャイアント馬場は立ち上がることができません。ふるさと新潟のリング上でありますジャイアント馬場、風間さん、はいはい、ふるさとに帰ってきたこのリング上、馬場としてはですね、はい、いいところを見せたい、男を挙げたいところですよね。そうなんですね。立ち上がることはできません。しかし大したダメージは僕はないと思いますね。まあ、この辺もベテランのジャイアント馬場だけにですね、何を考えているか、今冷静に試合の流れを自分の頭の中に叩き込んでいるんじゃないですか。おそらくそうでしょう。今立ち上がりました世界のジャイアント馬場、7回目の優勝を狙います第10回チャンピオンカーニバル。強烈なトーキック、モンゴリアンストンパー、ジャイアント馬場の今度は胸板にもう一発、ご覧のように頭は剥げ上がっておりますが非常に不気味なファイトを展開いたします。モンゴリアンストンパーが最初のカバーに入ります。最初のカバーに入りますが払いのきましたジャイアント馬場。さあ胸板にパンチ攻撃、このモンゴリアンストンパーは本当に何をするかわからない、そういった非常に異色のレスラーですね。そうなんですよ、初めの出足を馬場君はですね、抑えられたけれども私は十分いろいろ考えていると思いますね。はい、その辺風間さんの考え通りジャイアント馬場頭の中に作戦があるんでしょうか。まだまだ攻撃を加える体勢には入りませんジャイアント馬場。モンゴリアンストンパーがカバーに入りました。ジャイアント馬場開幕バックローブレーに勝ちました。その次はハワード、アレックス・ミヌロフ、天竜、石川、デビアス、6戦全勝、勝ち点が12点であります。ジャイアント馬場7戦目の相手が新潟市体育館のリング上、このモンゴリアンストンパーであります。さあ逆水平を見せましたモンゴリアンストンパー、ジャイアント馬場が今度は逆水平、ジャイアント馬場がチョップ攻撃を見せました。さあ馬場が立ち上がった、馬場が立ち上がりました。なんとしてもこのふるさとのリング上勝ちを握りたいところ、そして全日本プロレス10周年、その10年のけじめ、なんとしても優勝を狙いたいジャイアント馬場であります。さあモンゴリアンストンパーを青い鉄柱に持っていく、
青い鉄柱に持っていきましたジャイアント馬場であります。この辺の動きは冷静であります。田島さんどう見ますかこの辺は。大体馬場君はですね、初め、出足を抑えられたけれども、はい、あまりダメージはなかったですね。深くなかった、はい、この両サイドの鉄柱攻撃も非常に先を読んでいますジャイアント馬場であります。いろいろやっぱ読んでましたよね。モンゴリアンストンパーのどうやら額が割れるんでしょうか。青い鉄柱の攻撃が続きます。あっと右の額のあたりが割れました。割れましたね。16番のストンピング、この踏みつぶし野郎モンゴリアンストンパーのお株を奪う16番のストンピング攻撃ジャイアント馬場。この足の強さではね、むしろ馬場選手の上ですね。そうですね、はい、このジャイアント馬場の強靭な体力を支えます16門の足。さあジャイアント馬場が呼吸を図りました。そしてモンゴリアンストンパーのこの出血した額にチョップ攻撃、もう一回いった。さあ勝ちのパターンに持っていくか、勝ちのパターンに持っていくか。顔面勝ちむしりストンパーの攻撃、さあこのキック攻撃の足を取りましたジャイアント馬場。さあ一本足モンゴリアンストンパーは一本足、眉間にジャイアントチョップ炸裂、ジャイアントチョップ炸裂。そしてモンゴリアンストンパーをロープに飛ばして16番キック、カウンターで決まりました。さあこれはどうだ。両足がサードロープに逃れました。モンゴリアンストンパー、またもやバックロブレーが入ってまいりました。ジャイアント馬場とは開幕の一戦バックロブレーは対戦しましたが、バックロブレーはジャイアント馬場に2分29秒敗れました。さあジャイアント馬場としてはバックロブレーとそしてモンゴリアンストンパーの攻撃を受けました。そしてブルーザーブロディが入ってまいりました。3対1ジャイアント馬場、これはたまりません。このチャンピオンカーニバル最終の福岡大会ではこのジャイアント馬場そしてバックロブレーのいやブルーザーブロディの公式戦が控えています。この公式戦が最終の福岡大会で控えています。ブルーザーブロディジャイアント馬場、しかし今割って入りましたストンパーとジャイアント馬場の一戦にバックロブレー、ブルーザーブロディは金具を使ってる、金具を。そしてモンゴリアンストンパー3対1の攻撃を受けましたジャイアント馬場。ブルーザーブロディが凶器を使っての攻撃、今レフリーの上樋口がこれは没収試合ですね、どういう判定を下したんでしょうか。本部先ボングが乱打されました。どういった判定が下されるんでしょうか。ご覧のようにジャイアント馬場、外人のストンパーそしてバックロブレ、最終の福岡大会で対戦するブルーザーブロディ、この3人の攻撃を受けましたジャイアント馬場、非常に苦しい戦を強いられました。さあどういった判定が下るんでしょうか。ジャイアント馬場今ブルーザーブロディを探してますね。最終戦で対戦するブルーザーブロディを探していますジャイアント馬場。このあとジャイアント馬場は来週の鳥取大会では鶴田、これはリングアウトではあるけれども、両者反則が告げられました。倉本アナウンサーから今報告が入りました。両者反則ですか。僕はちょっと納得できないな。ちょっと納得がいかない判定が下ったようであります。両者反則、ご覧ください今カメラが捉えました。ブルーザーブロディとジャイアント馬場であります。ブルーザーブロディとジャイアント馬場が今リングの外で暴れ回っております。これは両者反則っていうのはおかしいですね、そういうことはありえないですね。中田リングアナウンサーが正式に両者反則というコールを行いました。そうしますと今日の馬場の公式戦は勝ち点12のまんま勝ち点を加えることができません。さあジャイアント馬場としては中盤の新潟大会痛い星を落としたと言ってもいいですね。そうなんですよ、これはね、両者反則といってもね、はい、相手方のセコンドがですね、はい、暴れ込んで引っ張り出したんですからね、私はちょっと納得ができませんね。正式な判定が下りました。5分19秒ジャイアント馬場そしてモンゴリアンストンパーの公式戦は両者反則という判定が下りました。勝ち点馬場ストンパーともに上げることができません。さあ中盤の新潟大会を終わった段階ではビリロビンソンが勝ち点15で単独トップ、このロビンソンの追うこと勝ち点14ジャンボ鶴田、そして勝ち点13が天竜、勝ち点10では12点のままジャイアント馬場、そして勝ち点10にはスミルノフ、テッドデビアス、そしてブルーザーブロディが徐々に追い上げてまいりました。いよいよ来週は終盤の鳥取大会であります。
ババ対鶴田、ブロディ対デビアス、ロビンソン対ストンパー、天竜対井上の試合を中心にお送りしてまいります。それでは中盤の新潟大会この辺で失礼いたします。風間さん、どうもありがとうございました。さようなら。それでは全国の皆さん、この辺でさようなら。プロディの公式戦が控えています。この公式戦が最終の福岡大会で控えています。ブルーザープロディ、ジャイアント馬場、しかし今割って入りました。ストンパーとジャイアント馬場の一戦にバックローブで、ブロディはブルーザープロディ、ブロディは金具を使ってる、金具を、そしてモンゴリアンストンパー3対1の攻撃を受けました。ジャイアント馬場、ブルーザープロディが凶器を使っての攻撃。今レフリーの上樋口が、これは没収試合ですね、どういう判定を下したんでしょうか。本部先ボンクが乱打されました。本部先ボンクが乱打されました。どういった判定が下されるんでしょうか。ご覧のようにジャイアント馬場、外人のストンパー、そしてバックローブで最終の福岡大会で対戦するブルーザーブロディ、この3人の攻撃を受けました。ジャイアント馬場、非常に苦しい戦を強いられました。さあどういった判定が下るんでしょうか。ジャイアント馬場、今ブルーザーブロディを探してますね。最終戦で対戦するブルーザーブロディを探しています。ジャイアント馬場、この後ジャイアント馬場は来週の鳥取大会では鶴田、これはリングアウトではあるけれども、どういう判定ですか。今、両者反則が告げられました。倉本アナウンサーから今報告が入りました。両者反則ですか。僕はちょっと納得できないな。ちょっと納得がいかない判定が下ったようであります、両者反則。ご覧ください、ご覧ください、今カメラが捉えました。ブルーザーブロディとジャイアントババであります。ブルーザーブロディとジャイアントババ、ブルーザーブロディとジャイアントババが今リングの外で暴れ回っております。これは両者反則っていうのはおかしいですね、そういうことはありえないですね。中田リングアナウンサーが正式に両者反則というコールを行いました。そうしますと今日のババの公式戦は勝ち点12のまんま。第10回チャンピオンカーニバル中盤の新潟大会、世界のジャイアント馬場がこれより登場いたします。7回目の優勝を狙いますジャイアント馬場。ジャイアント馬場は新潟県三条市の出身、新潟市から30分ほど電車に乗ります。金物で有名な三条市出身のジャイアント馬場、これより新潟市の体育館リング上に姿を見せます。いわばふるさとのリング上、ジャイアント馬場現在まで6戦全勝、勝ち点が12点、順調に序盤戦をこなしてまいりましたジャイアント馬場であります。それにしましても中盤戦、星の方はかなり動きました。ご覧のようにビル・ロビンソンが勝ち点15で単独トップ、このビル・ロビンソンを追う形でジャンボ・トゥータが勝ち点14、天竜が勝ち点13、そしてブルーザー・ブロディが徐々に得点を上げてまいりまして勝ち点10、スミルノフも勝ち点10、テッド・デビアスも勝ち点10となっております。今カメラが捉えました。ご覧のようにふるさとのリング上、これより登場いたしますジャイアント馬場に今たくさんのファンが花道を塞いでおります。このジャイアント馬場は勝ち点が12であります。今日公式戦対戦相手のモンゴリアンストンパーは勝ち点が8、ジャイアント馬場は今日の一戦ストンパーを破りまして勝ち点14、2位に上がりたいところでありますが、早くもバックローブレーがジャイアント馬場に仕掛けましたね。田山さん、まだリングに登場しないジャイアント馬場にストンパーとバックローブレーが攻撃を仕掛けました。少しでも痛めておこうというわけでしょう、はい、ダウンをまだ取っていないジャイアント馬場が今倒れました。先を読んでいますジャイアント馬場であります。いろいろやっぱ読んでましたよね、モンゴリアンストンパーのどうやら額が割れるんでしょうか。青い鉄柱の攻撃が続きます。あっと右の額のあたりが割れました。割れましたね。16番のストンピング、この踏みつぶし野郎モンゴリアンストンパーのお株を奪う16番のストンピング攻撃、ジャイアント馬場、この足の強さではね、むしろ馬場選手の上ですね。そうですね、はい、このジャイアント馬場の強靭な体力を支えます16番の足。さあジャイアント馬場が呼吸を図りました。そしてモンゴリアンストンパーのこの出血した額にチョップ攻撃、もう一回いった。さあさあ勝ちのパターンに持っていくか、勝ちのパターンに持っていくか、顔面かきむしりストンパーの攻撃。さあこのキック攻撃の足を取りましたジャイアント馬場。さあ一本足、モンゴリアンストンパーは一本足、眉間にジャイアントチョップ炸裂。
ジャイアントチョップ炸裂、そしてモンゴリアンストンパーをロープに飛ばして16番キック、カウンターで決まりました。さあこれはどうだ、これはどうだ、両足がサードロープに逃れました。モンゴリアンストンパー、またもやバックロブレーが入ってまいりました、またもやバックロブレーが入ってまいりました。ジャイアントババとは開幕の一戦バックロブレーは対戦しましたが、バックロブレーはジャイアントババに2分29秒敗れました。さあジャイアントババとしてはバックロブレーと、そしてモンゴリアンストンパーの攻撃を受けました。そしてブルーザーブロディが入ってまいりました、ブルーザーブロディが入ってまいりました。3対1、ジャイアントババこれはたまりません。このチャンピオンカーニバル最終の福岡大会では、福岡大会ではこのジャイアントババ、そしてバックロブレーの、いやブルーザーします。モンゴリアンストンパーが最初のカバーに入ります、最初のカバーに入りますが払いのきましたジャイアントババ。さあ胸板にパンチ攻撃、このモンゴリアンストンパーは本当に何をするかわからない、そういったあの非常に異色のレスラーですね。そうなんですよ、初めの出足を、まあ、ババ君はですね、抑えられたけれども、私は十分いろいろ考えていると思いますね、はい、その辺田澤さんの考え通りジャイアントババ頭の中に作戦があるんでしょうか。まだまだ攻撃を加える体勢には入りませんジャイアントババ。モンゴリアンストンパーがカバーに入りました。ジャイアントババ開幕バックロブレーに立ちました。その次はハワード、アレックス・ミヌロフ、天竜、石川、デビアス、6戦全勝、勝ち点が12点であります。ジャイアントババ7戦目の相手が新潟市体育館のリング上、このモンゴリアンストンパーであります。さあ逆水平を見せましたモンゴリアンストンパー、ジャイアントババが今度は逆水平、ジャイアントババがチョップ攻撃を見せました。さあババが立ち上がった、ババが立ち上がりました。なんとしてもこのふるさとのリング上勝ちを握りたいところ、そして全日本プロレス10周年、その10年のけじめ、なんとしても優勝を狙いたいジャイアントババであります。さあモンゴリアンストンパーを青い鉄柱に持っていく、青い鉄柱に持っていきましたジャイアントババであります。この辺の動きは冷静であります。田島さんどう見ますかこの辺は。大体まあ、ババ君はですね、初め、まあ、出足を抑えられたけれども、はい、あまりダメージはなかったですね、深くなかった、はい、この両サイドの鉄柱攻撃も非常に、モンゴリアンストンパーがこのババの首に回っているタオルを使いまして長期攻撃、ジャイアントババが倒れました。モンゴリアンストンパーの奇襲攻撃になります。まあ、ストンパーとしてはまともにいったら勝てない、こういった形でですね作戦を考えていたようですね。これはちょっと今入ってまいりました。大したダメージはないようですね、強引にモンゴリアンストンパーがジャイアントババの首に回ったタオルを掴みながらジャイアントババをリングの中に入れました。今公式戦正式にゴングが鳴りました。30分一本勝負、今試合が始まりました。いやそれにも増してこのモンゴリアンストンパー、全日本プロレスのマット初登場、かつて日本プロレス時代ジャイアントババのインターナショナルヘビー級の王座に挑戦したことがあるんですが、その時は1対1の後引き分けでタイトル奪取にはなりませんでした。モンゴリアンストンパーの攻撃、まだジャイアントババは立ち上がることができません。ふるさと新潟のリング上でありますジャイアントババ、風間さん、はいはい、ふるさとに帰ってきたこのリング上、ババとしてはですね、はい、いいところを見せたい、男を挙げたいところですよね。そうなんですね。立ち上がることはできません。しかし、大したダメージは僕はないと思いますね、まあ、この辺もベテランのジャイアントババだけにですね、何を考えているか、今冷静に試合の流れを自分の頭の中に叩き込んでいるんじゃないですか。おそらくそうでしょう、今立ち上がりました。世界のジャイアントババ7回目の優勝を狙います。第10回チャンピオンカーニバル、強烈なトーキック、モンゴリアンストンパー、ジャイアントババの今度は胸板にもう一発、ご覧のように頭は剥げ上がっておりますが、非常に不気味なファイトを展開。